はい、どうも、ビーボレルの B は、ババローズの B! バックレ?バクロ?ボトルキープ?バファローズの B っすよ。ということで、本日オリックスバファローズヤクルトに6対0で勝利。これによって交流戦最終カードはヤクルト戦3連勝、同一カード3連勝は今シーズン初です。意外と、はい、これをね、交流戦最後のカードヤクルト戦で決めれたっていうのは非常に大きいんではないでしょうか。今日もね、6対0、正直ね、あの先発と宮城投手かなり序盤打ち込まれたんですけども、これね、スワローズチャンスが続いたところ、あの非常に助けられまして、この無失点、そしてオリックス打線もね、先発の小沢投手にね、あの完全に抑えられたんですけども、これ7回ですね、代わって出てきた、星投手からまず頓宮選手が初球ホームラン。もう頓宮選手がここ数試合でもホームラン6発、もう量産体制、まあ、頓宮とかね、もうアヘタン頓宮とか言われた頓宮選手、ここに来てホームランも出だして打率もキープ、これ三冠王いけんちゃうかと。で、4年前ぐらいにね、頓宮選手にブーマーの応援歌が流用された時に、令和の四冠王や三冠王や言うてね、冗談っぽく言ってましたね。これ現実味帯びてきたんですけど大丈夫ですか。これほんまにブーマーなる可能性出てきたんで大丈夫。そしてそこからヤクルトの中継ぎ陣相手に、めった打ち6点、ゴンゼイが満塁ホームラン、ゴンゼイホームラン。はい、この先発は打てないけども代わって出てきた中継ぎ陣を動揺したところを打ちまくるという、本当に気持ちいい勝ち方。このヤクルト3連戦全部気持ちいい試合やったんじゃないでしょうか。そしてですね、この3連勝、まあ、おととい、アリサに電話して、帰り討ちに会いました。昨日、アリサが作戦に来て、買って、でもなんか結局暴露されましたと。今日、3連勝。さすがにアリサ黙るやろ。さすがに。ということで皆さんお待ちかね。アリサに電話コーナー。今日はさすがにね。3連勝はさすがに答えるやろ、アリサ。昨日の動画でも普通になんか発狂しとったしな。なんか俺の前ではめっちゃな、シリに敷いてくるんですけど。いや、ちょっと今日こそは本当に、アリサ、ギャフンと言わせようと。カモン。あ、どうも!どうも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 !どうも、アリサさん!どうも!何ですか?オリックス、ヤクルトに、3連勝!これどういうこと?なんか、俺嫌われた。俺嫌われた、これもしかして。秒で切られてんけど、せやん。あれ何これ、公式が煽るなアホチンってやつ、ノーリスペクトってやつ、これもしかして、あれ嫌われたこれ。ああ、ちょっとやりすぎたかな、ちょっとやりすぎたかもしれん。いや、そうっすね、安脇選手もね、それで、うん、ノーリスペクト、いや、ノーリスペクトやった、バウアーか。それ指摘したんが安脇か。そうやね、なんか、安脇がノーリスペクトって勘違いされたけど、安脇はノーリスペクトを指摘したんですけどね。うん。何、俺がホチンなん、これ。ということで、ハリさんに電話ぶち切られたんですけど、ちょっともう一回電話してみる?もう一回電話してみる?もう一回電話する?もう一回出ましょう。やばい、出れへんって。もうアリサ、アリサごめん、マジでごめん、マジごめん。何や、俺さすがに今のノーリスペクトすぎた、ごめん。アホチンやった、ごめん。さすがに今のはごめん、マジでごめん。いやいや、ちょっと3連勝したっつってさ、煽り倒して、はい、さすがにちょっと俺もノーリスペクトやった、ごめん。ごめん。どうしたん急に。いや、ちょっと嫌われたかなと思ってさ。普通に寝てました。あ、ごめん、ごめんなさい。はい。いや、一応3連勝したから、ちょっとその喜びの電話をしようと思ったんですけど、はい、弱すぎやろ、びっくりした。
何回も今日スワローズチャンスって言ったんやけど、全部スワローズチャンス回収してくれたんやけど、なんか、うん、昨日はちゃんと筋トレ行ったから、キャバクラ行かずに。そうやろ、キャバクラ行かんかったから。ストーリー上げとこうやつって上げてなかった。ああ、そう、それはほんまに忘れてた、マジ。怪しいな。いやいやいや、行かないんで本当に、はい、今日も行かないんで、今日こそストーリー上げるんで、マジで。行かへんわ、ちょ待て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 、名前出しちょる、お前。行かへんわ、大型キャバクラ。行かへんって、おい、ちょ待て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 、これはピーやわ、ピーやで、これほんま。おい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 、昨日ちょうどそこの子から営業ライン来てさ、今度誕生日なんやけどっつってさ、営業ライン来たんよ、筋トレ中に。絶対シャンパン入れさせる気やん。だから何回も言うけど、これってオリックスが3立て勝利しました、うん、でアリサどんなもんじゃいっつって、その気持ちいい動画のはずに、なんでいつもこのヤクルト戦3連勝したはずやのに、なんでこの3日間全部結局俺が圧倒されてんねん。全然3連勝雰囲気じゃないやん。ということで、とりあえずちょっとごめん、さっきはほんまに煽りすぎた、マジで、うん、ほんまにノーリスペクトやった、マジで。ちょっとまた神宮行こう、ほんまに。また神宮行こう、また神宮行こう。いや、誰と一緒って、大ちゃんと、じゃあ3人で行く、なんか。え、大ちゃんとなら全然いいよ。はてか、大ちゃん行きたいって言ってた、ヤクルト戦。あ、そうなん。じゃあ、ちょ3人で行こうよ、3人で。だから、モレルが中日側で、もう、ワイツ大ちゃん、あとヤクルト。なんで俺ハブるん、そうやって。なんでな。大ちゃんはなんで行けんの。あ、大ちゃん出る。いやー、ちょ、ほんま、神宮行こうな、マジで。うん。いや、ほんまちょっと頼むわ。また電話する。まだ電話する。うん。マジで。うん。ブロックしようかな。いや、ほんまに。B モレルの B はブロックの B。新しいに出すんだ。でも汎用性高いね。B モレルの B はって。とりあえず3連戦お疲れさん。ありがとうね。お疲れさんでした。はい。お疲れ。はい。ありがとうございました。アリエルマルティネス。アリエル帰ってこい、ほんま。だから3連勝しとんねん、こっちは。なんで毎回煽られんねん。いや、まあちょっと、はい、とりあえずオリックスね、交流戦最後いい形で締めくくったということで、まあはい、リーグ戦再開後初戦ソフトバンク戦、ホークスもね、交流戦まだ調子いいですからね、ちょっとこの勢い絶やさず、はい、ホークスにもね、胸を借りるつもりで、頑張っていきましょう。そしてこのね、4日間野球がありませんが、この4日間も、B モレルチャンネル面白い動画盛りだくさんでいきますので、こちらもフルエンディングプレー